今日はもうね、今までの第1部だと思って、でこれから第2部に入ります。ですね、今から話す話はね、原点に戻るっていう話をします。何が原点に戻るのかというと、私が戻るんです。で今から話す話は 100% 私の話です。だから皆さんが聞いてても分からないかも分かんないし、関係ないかも分かんないんです。でも何話してもいいから来てくれって言われたんで。では原点に戻る話をします。マルカンができた時の話します。私あんまり公園で自分のこの会社の話もしないし、商品の名前も言わないんです。言ったことがあったとしても別に何か仕事と関係した話って私ほとんどしないんです。でも今から私の話をしますから、私個人の話をします。だから途中で商品の名前が出てきたり、いろんなことが出てきます。なぜかというと、私仕事して生きてますから、仕事の私の話と仕事の話は切り離せないんです。だから名前が出てきたから、皆さんじゃあ買ってみようかとかって思わなくていいです。全然それは関係ないですから。私は今から、言いたいことを言ってすっきりしたいだけです。では今からこういうふうにしてマルカンができたんだよっていう話をします。私は実は小さい時からすっごい体の具合悪かったんです。それでどのぐらい悪いかっていうと、本当に起きられないんです。重いんです、自分の体がだるいんです。もう本当にしょっちゅうお医者さんが来て注射打たれてというような生活だったんです。それでよく友達やなんか見てても駆け出したりね、なんでできる、こっちは立つだけで、本当に立つっていう動作がもう大変なんです。もうそれなのに駆け出してるやつがいるとかって不思議な生き物だなとかって思うぐらい自分の体って重かったんです。それでもちろんお医者さんにもかかって、やれることはね本当にやったんです。で私がやったっていうよりね、親がやりますよね、大概子供がそういう状態ならね。いろんなことしてくれました。うちの母も優しい人だったからね。それでも治らないんです。だから西洋医がいいだとか漢方がいいだとか、治った人もいるんです。でも私は治らなかったんです、ね、それでしょっちゅう寝てるんだけど、本が好きだから本だけは読むんです。もう一日一冊か二冊読むんです。もう笑われるかわかんないけど、お風呂でも読んでるんです。トイレでも読んでるんです。でこのまま、ね、寝るとき本持ったまま寝ちゃって、起きるとそこからまた読むというぐらい、活字中毒じゃないかと言われるぐらいね、本が好きだったんです。で私本屋さんこう行くとね、自分に必要な本はこう出っ張って見えるんです。それでこう今度本を読んでると、必要な言葉をね浮き出して見えるんです。でそれを見ると何年でも忘れないんです。で必ず使うんです、そのことは。
それで使うと忘れちゃうんです。便利でしょ、うん、だから体は重かったんだけど頭は便利にできてたみたいで、それでね、自分で体治そうと思ったの。それで一生懸命いろんな本読んでたら、ああ人間の体ってこうなってるんだ、実はものすごい簡単な仕組みなんだっていうことが分かったのね。でその簡単な仕組みっていうのが、人間の体って二つのものでできてるんだ。一つが肉体で、もう一個は魂。肉体と魂の化合物、要するに二つでできてるの。これに対してはご異存ございませんね。ね、肉体と魂だっていうことね。それでこの肉体に関して言うと、肉体は食事でできてるんだから食事のバランスを取っちゃえばいいんだ。食事のバランスが取れてちゃんとしてくると、きれいな血液ができてきれいな細胞ができる。でものすごくこれ簡単なことだ。それで魂がある。でこの魂というものは考え方でどうにでもなるんだ。だから食べ物が悪いか考え方が悪いんだっていう結論に達したんです、私がですよ。それで考え方はこういうふうにすればいいんだ。それであとその頃は健康食品ってなかったんです。それでおけで混ぜて自分で作って飲んでたの。そしたら千葉にお姉さんがいるんですけど、そのお姉さんが具合悪かったから行った時に説明してあげて、その作ってた青汁をあげたの。そしたらお姉さんが元気になったのね。そしたらそのお姉さんとこの隣に色の黒いおばあさんがいて、その人見てやってくんないって言うから、見てこういうふうで、まあ後で精神的な話はするんだけど、話をしてお玉であげてて、みんながで、そのうちいろんな人がね訪ねてくるようになったので、持ってったのみんなこうやってあげてたの。みんなタッパーウェアみたいなの持ってきて、蓋付きのやつでこうやってあげてたの。そしたらものすごい数来るようになったの。そしたらそのうちみんなが原料代くれますからってくれるようになったので、原料をもらってたんだけど、そのうちにものすごい量になったから仕入れに行かないと量が揃わないので、仕入れに行ったら今まで買ってたとこより全然安いんですよ。でも先生がいいからそれあげるからって言うんで、それでうちの会で、それで会社になっちゃったの。だから私的に言うと営業とか仕事とかしたことないし、本当にないの。だけどそれで会社になっちゃったの。そしたらね、困ったことが起きたの。で本当にもうね、すっごい数、日本中から来てね、ブラジルとかそういうとこからまで来るので、みんな精神的な話はね、こういうことですよって話すと、みんなテープレコーダー持ってくるの、うん、で今度またそれを人に聞かせるのね。でその頃って、今言ったらみんな笑うかもわかんないけど、今言うことって本当のことなのよ。国自体が健康食品って認めてなかったの。だってそんなもんなかったんだもん。でその頃、この青汁酢ってどうやって飲むんですかって言った時、
食前がいいですか食後がいいですかって、食前の方が例えば吸収がいいかなって、それはお腹の中何もないんだから吸収いいよね。それから何粒ぐらい飲んだらいいんですかって、何粒って言うと逮捕されたんだよ。嘘みたいでしょ。それで逮捕するのはいいの、逮捕すると新聞に載せるんですよ。と新聞に食前に飲みなさいって言いましたとかって書いてくれればいいの。そうじゃないの。薬事法第何条違反で逮捕しましたっていうのね、そう大変なことしたように思うじゃない。ね、でもその頃は健康食品っていうのを絶滅させてなくそうとしてたの。だからそういう時代だったのね。でその頃にうちのもので助かった人たちがすごいことを始めたの。それが大学病院に行くとね、患者さんがものすごくいたの。待ち合室で待ってるの。でそこへ行って説明して連れてくるの。本当なのよ。で今度治った人がまた大学病院出かけていくんですよ。それで逮捕されるからやめな。でもその当時のひとりさんの、もうその人たちはもうひとりさんの弟子なんだっていう人たちはもうすっごい熱烈で、1分間黙祷の時間とかあるんですよ。本当におかしな話なんだけど、それぐらい助かったことが嬉しかったんだと思うんだよね。それで病院から連れてくるとかっていうことしてて、みんな逮捕されるからやめなって言ったら、先生のことは命がけで守るって、私たちが命がけで守るからこの運動を続けてくださいって。だけど自分の周りについてきた人が逮捕されるようなことはできないからって、それで私はダイエットの方行って、ダイエットってうるさくなかったの、今と逆転しちゃったみたいなのね。それでその時にみんなと約束したことが、いつか必ずこの青汁という元の原点に戻るから。それで私今本2冊書いてて、その2冊ももう終わったし、今日こうやって皆さんと話してるんだけど、これからは原点に帰ってみんなと輪になって10人とか20人とかで昔やってたんです、話して、でそういう原点に戻りたいんだ、今日でこういう大きい会場で話すことはほとんどなくなると思うよってさっき言ったら、なんか今月大阪で会って私出ることになってて今日では終われないんですけど、本当にね、昔してたみたく膝突き合わせてこうなんです、ああなんです、体って血がきれいになるもん取れば、本当にね、血はきれいになってくると本当に体って治るんです。治しづらいのは心です。それで今日は特別、昔みんながね、ブラジルの方からまでみんながテープレコーダー持ってね、聞きに来た話をします。思いとか考え方とか、それから病気になる因果っていうのがあるんです。これ信じなくてもいいですよ。因果はね、
こういう因果って言っても当人が思い当たらなければ因果じゃないんです。でも因果の場合はパッと思いつくんです。本当にそうだって。そうするとそれをやめて、うちの青汁でも飲みなって、血がきれいになって考え方変わったら、だって人間って肉体と魂しかないんだから、この二つが変わったら絶対変わっちゃうんだよって、いうことで、今から昔話してたことを話します。これからこの話をしていきたいです。それもごくごくね、少ない人数で昔に帰ってやっていきたいと思います。今は健康食品も認められたしね、こういう考え方が病気を作るんだっていうことをアメリカやなんかもすごく研究し始めてます。あるお医者さんがね、私がこの話をした時にびっくりして、まあその人曰くね、日本でそのことを研究してるお医者さんがいるんだって。で、私は日本でその人だけだと思ってたら、こんなことを知ってる人がいたと思わなかったって、大阪のお医者さんなんですけどね、言ってくれたんで、皆さんも思い当たることがあったらやめてください。いいですか。分かりやすくいきますよ。よくね、頭が痛いって人いるんです。で、頭が痛い人にこうやって聞くんです。あなた目上の人で嫌ってる人いませんか。頭って目から上にあるよね。だから目上の人を嫌うと頭痛持ちになるんです。それで体を縦に半分に割って、右の方、右の片頭痛で右が痛いんですっていう人は、右がしは女の人なんです。相手がだよ、私が女性だとか言ってないよ嫌ってる人ね、女性の人、目上の人で女性の人を嫌うと右の頭が痛くなるんです。で、男性だと左です。それから目ね、目にこうポチッとこうなんか出たりしますよね。目の上とかね、ポチッとこう出る、物もらいとかね、と、あんた誰か鬱陶しがってる人いるでしょう、そうするとさっき言ったように、その人が女性だったりすると、その人ってその鬱陶しがってる人がね、と右がプチッと出る。男の人だと左へプチッと出るんだよ。あとね、最近こっちの耳が聞こえなくてとか、こっちの耳が聞こえなくてっていう人いるんだけど、旦那さんとか会社でいつもうるさくて、この人の話聞きたくない聞きたくないって言ってると本当に聞こえなくなるの。人間っていうのは不思議なもんでね、聞こえなくなってきたりするので、前ね、こっちの耳が聞こえないんですって言って、でこっち歌手方面に誰かうるさい人いないか言ったら、会社でうるさい上役がいて、いつもこっちからあの文句言ってるらしいのね。そしたら、そうするとこっちが、例えばその人が右側にいれば、右の耳が聞こえづらくなってくる。それはなぜか聞かなきゃいけない因果なの。前世にいるとき、あんたがうるさいこと言ってたんだよ。出したもんが今戻ってきたんだから、今因果が消えていると思って、聞きなって言うと聞こえるようになってくる。本当にね、おかしいんだけどね。そういうことがあるのね。あとね、肝臓が悪いんです、で肝臓の悪い人の因果って何ですかっていうと、思い当たらない人はね、因果じゃないんだよ。別に他のことだからね。ただ思い当たるんだったらやめた方がいいですよっていうのは、肝臓の悪い人っていうのはね、
具にもつかないちっちゃいことにすぐ怒るか、ものすごいそのことで気にしてぐじゅ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 言ってんの。そうするとね、肝が患うと顔が青くなってくる。で、青い野菜取らせると、顔に出た色取らせると大体治るようになってる。ね、だからあなたね、具にもつかないことにすぐ怒ったりするから、あなたは怒るのは怒る正当な理由があると思ってんだよねって。ただ、細かいことで怒ってると死ぬと思いなって。だからその問題は、あなたの命を縮めるほど大切な問題かどうか考えなさいって言うと、その人が分かってきて、であとは血がきれいになるように青汁飲んでなとかっていう話なんだよね。いろんな人が来てね、あと、胃が悪いんです、胃が悪いんですっていう人は食べ物に感謝しない。で、食べ物に感謝しないで物を食べてる。食べ物って命だからね、命いただいてんだから感謝して食べないとダメなの。私胃下垂なんです。食べ物に感謝しない上に人生に張りがないの。ずっとだれちゃう何やってもダメなんだ。だからもっと張り持っていきなって、生きてるぞって言って生きなって。で、人生に張り持つと下がった今上がってくるの。私腎臓が悪いんですけど、あんた物をよく怖がるでしょ。腎臓の悪い人ってね、物をすごく怖がるの。怖がりすぎなの。だいたい病気の人ってね、神経過敏症って言って、この子供が今こういう状態で成績が良くなくて、これが、大人になったら大丈夫かしらとか、いろんなことを思い悩んで涙流して話してる人いるんだよね。だけどもっと成績が悪くて平気な顔してるお母さんいるよねね、何でももうね、過敏症ってね、1のことを100ぐらいに感じちゃうので、当人は正常だと思ってるんだよ。だけど周りの人が平気なのに自分だけ涙流して訴えたらおかしいんだよ、ね、だから1が100に感じるんだよ。だからあんたの考えてることは100分の1しか起きないよって、だからそうやって思ってちょうだいって。まあこれも神経ね、過敏症でなんだけど、肺がを患う人っていうのは物事を真剣に考えすぎ、思い悩んじゃう人がいる。だから思い悩むのやめなきゃダメなの。でもう思って思って思い詰めちゃうの。だから昔好きな男ができて、その男が例えばどっか行っちゃって、もう恋焦がれてって言うと必ず痩せてきて色が白くなってきてって、あれ肺を患うと白くなるの。本当で、だから彼氏がいなくなって最近食いすぎて太っちゃってとかっていうのは思い悩んでないかね。それは自分の食いすぎの言い訳にしてるだけで、思い悩むとそういうふうにはならないからね。痩せて色が白くなってくる、思い悩んで悲しむの。悲しくなっちゃうので、悲しくなればなるほど肺を笑えて、よく昔それで死んでっちゃったりするのね。だけどその男とはただ縁がなかっただけなの。だから次にもっといい男が出てくるの、必ず。だからもう次はもっといいって、必ずこれがもう私合言葉なのどんなの次に出てくるのはもっといい。人生ってのはどんどん良くなるようにできてんのね。ちょっと前は戦争してたの、ね、明治時代はもう食えなかったの、江戸時代は飢饉があったの、侍が通ると土下座しなきゃいけなかったの。もう人生ってどんどん良くなってんの。歴史を見たら絶対良くなってんだよ。良くなってんのに明日を心配するのはおかしいんだよ。神経過敏なの。歴史が0点なんだよって。歴史ってのは何年に何があったじゃないんだよ。どんどん良くなってるんだって。人生どんどん良くなってるの
ね、だから何の心配もいらないの。もう最近何でも、もう地球がダメになるぞだとか、何がダメになるぞだとか、これ10年前はね、20年前は10年後には石油がなくなるって言ってたんだよ。で、今車なんかバンバン走ってんだよね。もうね、言いすぎるの。で、それをまともに受けすぎるの。思い悩むと肺を患うよ。ね。だから肺が悪いような人ってね、中には気の毒なようなケースもあるの。本当に何ていうの、生活保護を断る係っていうのがあって、生活保護が来ると断る係やってたら、自分のとこはどのぐらい苦しいんですって、それを断るってつらいじゃない。でそれやってたら肺を患っちゃった人がいていや、それもあるんだよね。腸が抜けてるって言うんで、今肺はね、思い悩んで悲しがるとなる。ただ思い悩むだけだと腸を患う。がんになる人っているでしょ。がんになる人ってね、頑固か頑張りすぎな。で、もしがんになった人がいたら、私は頑固でもないし頑張りすぎでもないとすれば因果じゃないです。肝臓にがんができちゃった。些細なことで頭に血のぼらしたり、些細なことでぐじぐじしたり、その上あんた頑固じゃないですかその上ネチネチしてませんかって、いやしてませんって言うのは、それじゃ因果じゃありませんよね。ちょっとしたことでね、まあ奥さんでもそういう人いるよね。ネチ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 ずっと怒って、旦那でもちょっとしたことにすごく長く怒ってる人いるけど、普段粘りがないくせにねもう仕事とか他のことには粘りないくせに、そういうことだけよく粘るなぐらい、10日ぐらい怒ってる人とかいるけど、日頃粘りがないんだから、その粘りのないのを良さにして、くだらないことで粘るとね、自分の体にも悪いし周りも困るよ。こういう話をずっとしてたのね。で、みんなテープレコーダーを持って聞きに来て、次行きます腰が痛いんです腰が痛いんですけどって言った時に、腰が痛くなる因果というのがあるんです、考え方の中でね。もしかしたらあなたは目下の人、自分より下の人、その人に腹立ててませんかって。目下の人のことで腹立てると腰が痛くなる。だそれをやめなさいって。だそれをやめて青汁飲むとかさ、そういうふうにすればいいの。ただやめないでひたすら飲んでてなかなか治んないんですとかっていう人もいるんだよね。だそれ原因は因果だよって。だ思い当たんないならいいけど、思い当たるならよしなって。最近肩が痛くてとかっていう人いるのね。で、肩のこれ痛くなる因果って何ですかって。肩って骨と肉がくっついてるとこなの、つなげてるとこなの。と必ずこれね、骨肉兄弟とか親兄弟身内のことで揉め事が起きたり腹立ててると痛くなってくる、ね。別に思い当たらなきゃ違うんだよ。でも私の知ってる限りはほとんどはぴったり当たるか思い当たる。例外はあるよ、例外はあるけど大概はそうなの。だからそういうのを直しながら、考え方じゃない、そういうのを直しながら血をきれいにしようよっていう運動をしてたのね。食道を悪くする人がいる。
で、これも思い当たらなかったら違うからね。でも思い当たることがあるかもわかんないよね。頑固な人ががんになる、頑張りすぎな人ががんになるっていう話したけど、食道を患う人ってものすごく食べ物にうるさい人がいる。どこどこの何じゃなきゃ食わないだとか、ここの俺じゃなきゃどうだとか、食べ物に感謝しないでこんなまずいものは食えないだとかって、こんなまずいものだろうがなんだろうが生き物だよ。食べれるものって生きてるもんだからね。そばだってなんだって生きてたんだからね。それで食べ物にうるさい上に頑固だと食道がんになる可能性があるし、もしなってちゃったんだったらそういうことを思い当たらないですかって言うと、思い当たる人が多々いるよね。だからそれをやめた方がいいよねって、そういうのやめましょうっていう話ね。あとね、ちっちゃい子連れてくる人がで、子供が小児喘息なんです。で、子供が小児喘息なんですけど、なんとかなりませんかっていう相談が随分あったので、じーっとこう見てるとね、その子の親か、その親、おじいちゃんとかねに、人のことを息もできないほどね、怒鳴りつける人がいる。子供のこと息、子供じゃないですけど、誰かのこと息もつけないほど怒鳴りつけると、その因果が回ってきて子供に出るの。全員じゃないよ。で、もしそうだとしたら、怒鳴りつけてやられた人っているじゃない。じっと聞いてる人の思いとか因果って消えないんだよって。それが子供に回ってくるんだよ。で、子供って大体どのぐらいですか、15、6までね。そっからあとは自分が作った因果だから。だから小児喘息は親かおじいさんあたりに人のことを怒鳴りつける人がいる。そうすると出ちゃうよ。あと、子供がアトピーなんですっていう人いるんだけど、その人の親ね、ご両親のうちどっちかが誰かのことすっごく嫌うとね、人のことを嫌うと子供の皮膚に吹き出物が出てくる、ブツブツが。で、親のが子供に出るんですかって言っても、私は出ると信じてる方だからこうやって喋ってる。で、そうじゃない人もいるよ。で、それはそれで直し方があるから直せばいいんでしょ、そうやって。でも両方が原因なんだとしたら、精神のことをやらずに体のばっかしやっててもなかなか治んないよね。親子ってつながってるんですかって、つながってるの。あのね、自分の親が死にそうになって危篤になってくると、目の上のこの額のところに10円玉台のへこみが出る。で、そのへこみが艶があるなら1メートル止めるけど、そこが艶がないと助からない。で、なぜか親子ってつながってるもんなの。リウマチの因果聞きたい？聞きたいね。誰かをすっごく恨むか、誰かから恨まれるとリウマチになる可能性が。だからこれを言うとリウマチの人って、あ、私誰か恨んでるとか、実は恨まれてるとか。中にはね、いや私はそういうことありませんという人もいるので、それはそれだけの血の巡りだけだから、じゃあ何の反省もいらないよ。でも誰かを恨んだり恨まれてるんだとしたら、そのことやめた方がいいよ。糖尿いきます。糖尿の人って、
膵臓ってね、胃の補佐するもんなの。だから女の人だよ、女の人、奥さんで旦那のことを補佐してちょっと立てなきゃいけないのに旦那を押しのけてグッと出てくる人いますよね。ああいう人糖尿になりやすいよね。あと男の人だと社長の補佐しなきゃいけないような人が社長になっちゃったりするとなっちゃったりね。あと人が一生懸命喋ってるのにじーっと聞いてんのかなと思うと他のこと考えてて突然自分の話しだす、要するに人のことぐっと押しのけちゃうような人の方が糖尿になる因果だねっていうのね。それがない人ならいいんだよ。もしそれがあるなら、反省した方がいいね。あとですね、よく手やなんかにこうポコッとこう膨れが出ちゃう人がいるんだけど、子供にそういうのがポンと出た場合はね、自分の部下、自分の手先で使ってる人に腹立ってて、あいつは覚え悪くてあんねやろどうしようもねとかってずっと思ってブスブス言ってると、手先で使ってる人のことで膨れてると手先に膨れが出る。こういう話嫌いな人は耳塞いでてね。河野隣にいる花江さんもそうだった。ちっちゃい時なんでここに膨れが出んだろう、膨れが出んだろうって。そしたらその話を因果の話聞いた時、本当にね、花江さんのお父さんっていい人なんだけど、どうしてもね、親戚の人で働きに来た人で、もうその人がどうしようもないんで、もう優位に言えないぐらいずっと腹立てて思い悩んでたら、ちゃんと花江ちゃんのところに膨れが出て、ああその時そうだったんだって、親に聞いても実はそうだったんだよなんて言っててね、本当にね、面白いの、人間の体ってね、前世で何してきた、あざがあったり傷が出たりするの。だから体って履歴書みたいな、でいろんなことがね、本当に分かって、面白いって言い方いけないんだけど、みんな因果解消に出てきてるの。肩こりね、首のこりってあるでしょ。首が凝ってしょうがないっていう人はね、信じたい人だけ信じてね、死んだ人の霊がついてる。あと人間関係で悩んでもなるね。神経使いすぎるとなるんだけど、首ってそうなの。あとね、足の関節ね、足、腰から下ってね、浮かばれてない人がいるとなっちゃう。で、嘘みたいだけど人間ってね、そうそう、身内だよ、身内で浮かばれてない人がいる。でその人が女の人だと右足の膝とか関節とかが痛くなってくる。うちの青汁ってね、面白いのね。うちの、まあ今お酢も一緒に入れた青汁酢って言うんだけど、うちの青汁酢ってね、私がだよ、そういう身内の霊だとかそういうのが取り付いておかしくなることもあるんだと信じてる人だから、ある場所から条例してきた塩を持ってきてそれを入れてあるの。だから、まあ、膝腰にも入れてあるんだけど、同じもん作ってもなんで斎藤さんとこのやつ聞いて今までのは聞かないんですかとかっていう人がいるんだけど、私はそういうことがあると思ってるから、そこのそれ用のお塩やなんか入れて作っているのね。別に買ってくんなくていいからね、そういう話、細かいことを言ってるわけじゃないのね。あと引きこもりとか不登校、子供が学校行かないんですとかあるんだけど、そういう人って意外とよ、お墓参り行かない人が多いの。
親がね、お墓参り行かない人多いの。お墓参りやなんか、まめに行き出してくると、不登校が治ったりとか、それから引きこもりが治ったりとか、だからお墓参りも大切だよね。もっと、まあ本当はね、相対で喋りながらさ、喋るからね、もう少しこう一方的に喋るんじゃなくてさ、病人がやたら多い家ってのがあって、これはねやめますこれは教えるとえらいことになっちゃうから、これはやめましょう。地の人、急に地になっちゃいました もし地の人がいたら、これちょっと気をつければ治ります。いつもそわそわしてるの、落ち着かないの。尻が落ち着かない人っているんです。尻が落ち着かなくてこうやってやってるような人って地になるんです。だから自分に大切なのは落ち着けっていう合図なんだ。だからゆっくり落ち着こう、何でもゆっくりワンテンポ落ち着いて考えようっていうと、それで血をきれいにしていかなきゃだめ。この話はまずいだろうな、やめよう あ、そっか。病人がやたら多い家の因果ってのがあるのね。でこれがなぜ言えないかっていうとね、そこんちのお墓の色に関係がある。でこれ言っちゃうと全国の墓屋さんから私苦情がものすごい来ちゃって、えらいことになっちゃうからね、ちょっと、これは言えないし、みんなも聞いたからって急に墓建て直すわけにもいかないし、だからこれはなしにします、色がちょっと関係があるんだよっていうことです。うちなんかだとね、何十円かの子ってシールがあって、もうそれ貼っちゃってくださいっていうのがあるんだけど、これはもう関係ないから忘れてください。今みたい話してたんです。まあ今みたく話したって一対一でこうみんなと喋ってるからね、これはどうでこうだよとか、じゃあそうするとうちこうなんですとか、じゃあこういうふうにしようねなんて言ってやってたのがうちの原点なんです。マルカンの原点なんです。それで私必ずもう一回元の世界に戻るよって約束してて、今がどうしてもその時のような気がするんです。だから私はこれからこういう大きい会は少なくなってくるし、本を書くとかっていうのも少なくなってくると思います。こういうもう一回運動したいなと思ってます。生活習慣病、例えばコレステロールとかね、高血圧、肝臓病とかね、いろんなのあるじゃない。がんもそうだよ、生活習慣病なんだよ。がんって生活習慣病ですかって言うと、そうだよって。がんって病だれに品物の品って書いて山って書く。いろんな品物を山ほど食うとがんになるって意味なの。だって戦後なんかもっと、戦後なんていうの、今これチクロだとかサッカリンね、あんなの今がんになるから食べちゃいけないっていうもんなんかも子供の頃ベロベロ食べてたでしょそれだってんなもいないじゃないよ。がんなんてめったにいないの。唯一ね、食べないでなるのが胃がんだって言われたので、食べ過ぎてくると腸がんか肺がんになるっていうんだよね、多くなると。で今最近そういうのがどんどん増えてきてんじゃない。いろんな品物を食べ過ぎちゃって、その上頑固だか頑張りすぎちゃうかするから、がんが多くなってくるんだよね。だから生活習慣病なんだよ、ね、って私が勝手に思ってるだけだよ、ね、だって生活習慣変えたら全部治るもんね。今から
私は原点に戻ります。そしてこういう話を少ない人間からぼつぼつしていきたいです。今日本は医療費が本当にものすごいかかってます。薬も世界で一番ぐらい薬飲んでるのは日本人だっていうの。それでも薬も増えてるけど病人も増えてます。全然減ってません。じゃあお医者さんがいけないんですかって、日本のお医者さんって真面目で一生懸命やってます。薬作る人も製薬会社もものすごく一生懸命やってんです。なぜ病人がそれでも増えちゃうんですかって言った時、食生活がめちゃくちゃなんです。でその上にこのストレス社会でいろんなことね、競争したり恨んだりね、悩んだりそんなことばっかりしてて精神がもう耐えられないんです。だからお医者さんが頑張りね、薬屋さんが頑張ってもなかなか減るどころかどん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 増えていっちゃってんだよね。その中で食事、精神のこと、私がやってるこれから運動に本当に参加してくれる人がいたら青ジュース飲んでください。考え方変えてください。フィルム変えて健康診断に行ってください。健康診断に行けば今数値ってすぐ分かるんです。みんな自分の悪いとこ知ってるでしょ。その数値見ながらやって、科学的ってそういうことだよね。それでやっていけばいいんだよね。だから心を変えて食事変えてやっていきたい。私心と体の青印普及会っていうのを作りたいの。1万人に1人作りたいので、1万人に1人なってくれって言ってんじゃないの。1万人に1人しかやらせないって言ってんの。勘違いしないでもらいたい、ね、本当に。だって5万人の都市にたった5人しか置かないって。お金なんかなくてもいいって、店なんかなくてもいいって、本当にやりたいんだっていう人だけが1万人に1人集まってくればいいの。それ以外の人にはやらしたくないので、共に話してやってって、でちゃんとやったら青汁飲んで、青汁酢飲んで心を変えたら、ちゃんと健康診断に行って数値見てもらって、誰でも分かるような形でねやっていきたい。でその1万人に1人ができるまで、こういう活動は、こう言って今ね話してるような活動じゃなくて、もっと相対でいろんな話する。こんなにいっぱいあったらどれもこれも覚えるの大変です。覚えなくていいの。明るく楽しく生きればいいの。涼やかに生きればいいんだよ。人の喜ぶことやろうって思っててブスッとしてるやついないもん。たったこれだけなんだよね。でそれであとは血をきれいにすればいいんだ。これを1万人に1人、私が引き受けたんだから本当に一生懸命この話していきたいっていう人が集まってくれて、だからそれ以外の人にはやらしたくない、触らしたくもない。なぜかというと、この青汁酢は私が本当にね命かけて作ってきたもんな。だから原点に戻るって、私は昔の私に戻りたい、そしてこの運動をしていきたいんだ。だから必ず私は5万人の都市の中から5人手を挙げてくれる人がいると思ってるの。10万人の都市から10人手を挙げてくれる人がいると思ってるので、もし誰もいなかったら一人でやる。私一人でやってきたんだからね。今日はありがとうございました。幸せです。
はい、素晴らしいお話をしていただきました斉藤ひとりさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。斉藤ひとりさんの講演はいかがでしたか？この CD を聞いて心が少しでも軽くなったという方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いがあります。今この CD を大勢の方に聞いてもらおうという愛の宣言運動を行っています。この CD を10セット1000円というボランティア価格でお買い求めいただき、お友達に配っていただくという運動です。この CD をもらって本当に救われたという人が次々と CD を配って幸せの輪が広がっています。ぜひあなたも愛の宣言運動にご協力ください。ボランティア CD のお申し込み、または青印普及会についてご質問がございましたら、フリーダイヤル0120-497285、フリーダイヤル0120-497285までお気軽にお電話ください。もちろんこの CD はご自分でダビングして配っていただいても構いません。